今日はオーストラリアアマゾンに売上の受け取口座の登録をする方法です。ね、どこに何を記入するか。でまず、まあ、ペイオニアの方でオーストラリアドルの受け取り申請をすると、まあ、こういうふうにね、えー、受け取りのアカウントがお知らせされます。そしたらね、えー、この情報をアマゾンの、ね、デポジットメソッドのところに入力します。まず、アカウントホルダーネーム ここに受取人名を記入で、バンクステートブランチコード、BSB に支店コードを記入で、バンクアカウントナンバー、銀行口座番号を記入して、えー、リタイプバンクアカウントナンバー、ここでもう一度、えー、銀行口座番号を記入して、えー、セットデポジットメソッドをクリックしてください。ねまあ、間違えても入金されないだけなので、 入んないな、おかしいなというときにね、また正しくすればいいんですけど、ないしろしばらく入んないってのはね、えー、精神演出上も良くないんで、これはしっかり確認して登録してください。まあ心配であれば、ね、このようにプレオニアの講座、それから Amazon の方に入力した状態で、これでセットデポジットメソッドをしましたという方に報告してもらえばね、チェックしますんで、まあお気軽にご確認のご質問としてください。